ハンツマンの特徴は全てこのようなマウンテンストリーム、渓流を対象としたモデルです。まあ、それぞれの特徴は、すごくこの渓流ベイトフィネスっていうのはミニマルで繊細な、でそもそもミノーがルアーが小さいので対象魚もそんなに大きくないんで、そんなに重いルアーではありません。なのでしっかりと竿を曲げて竿の力で遠くに飛ばす。まあ、サイズによってやっぱり短い竿、ショートロッドは最上流 5.3 フィート中流、ロックフィート 5.9 フィートっていうのは割と下流域、ただ全てマウンテンストリームをターゲットとしています。その中でこのナチュラルウッドっていうのは、その日本のトラウトと、世界のトラウトもそうですけど、美しい魚と一緒に、写真を撮ったりとか並べた時にすごくマッチングするナチュラルウッド、素晴らしくこの自然との相性がいいグリップになっています。